Come on. あ、10LDK。お知らせです。本日からですね、11月3日 G ロッソにて行われるオフラインイベントの一般先着券ですかね、が発売開始になります。ちょっとイベントの内容についてそんなに明かさないままやりますって言ったんで、うん、はい、少しねちょっとイメージを持ってもらうっていう意味でもこんなことやりますっていうっていうのを伝えたいなと思って、1部と2部があって、1部がちょっと遅めのハロウィンパーティー、はい、で2部がちょっと早めの忘年会なんですよ、はい、計画段階なんでやるか分かんないですけど、メンバーが仮装したりね、ああハロウィンっぽく、うん、で実際に客席の皆さんにお菓子渡しに行くみたいな、うえい、会場中を練り歩くじゃないですけど、うわ近くまで行けるんですね。そうなんですよ、そういうのもあってもいいのかなと思って計画してます。いたずらされたりされちゃったり、ああちょっとね、両方いたずらされてたけどそしてまあ2部のちょっと早めの忘年会ですけれども、こちらではですね、まあ、スーツを着ようかなと。おお、こちらでもですねクイズなるものを行うと思います。はいはい、それがね多分予定なんですけど結構ちょっと難しめで、はい、これちょっとヒントなしでは分からんよみたいな、うん、そういうクイズも予想してる予定してるんですよ。でお客さんが実はヒント持っちゃってるみたいな仕組みを作って、そこに助けを求めに行くみたいな。あ、だからねこちらも皆さんの近くに行けるかなと。おお、でも会場が大きくなったことによってできることが増えたなって感じですね。あ、そうだね、あのだからちょっとどんな感じだったんだろうって迷ってた方も近くでもうちょっと見ていただけると思うん でさらにこれはですね一部二部両方なんですけれども、はい、お私物プレゼントになる。おお、え、その来た人全員に？わ、違うよ。ブリュー、そんなんやったら家空っぽになっちゃうよ。俺じゃあこれあげよう。うわー、それ俺があげたやつ。ただ、どんなもの渡すかわかんないですからね、うん、面白いプレゼントももらえるかもしれないし、嬉しいプレゼントもあのお渡しできるかもしれません。楽しそうやな、それは。パーティーなんで、今回パーティーですからね。パーティーなんで、はい、悪いパーティーもありますから。悪いパーティーまあ、なんで要するに客席の皆さんを巻き込んだイベント、はい、うん、これを一部二部両方でもう会いに来た皆さん全員に体験していただけると、そんなハハパになっております。いや楽しみ、盛りだくさんだ。あの前回のイベントでそのメンバー対決企画やったの覚えてるかな、はい、セリフだったかな確か。あ、はい、まあ、そういう感じの前回好評だった企画も引き継いでよりバージョンアップしたハハパをお見せできると思いますのでね、ちょっと迷ってるっていう人はぜひ今の聞いて買っていただけたら嬉しいですね。さらに今後ちょっとどっかのタイミングで生配信して、うん、見てくれてるみんなとこんな企画やりたい、やってほしいみたいなのを話せたらいいなって思ってるんですよ。なるほどなるほど。俺らで決めきるのもいいんですけど、うん、せっかくだったら来てくれる人ってどんなの見たいかなみたいな話し合いも生配信して決めたらいいなと。まあだから今回もパーティーなんで俺らだけパーティーしてもしょうがないんで、はい、来てくれた人全員とやっぱパーティーなんで、うん、今日から一般先着券発売開始ですので皆さんもぜひお買い求めください。そしてね11月3日パワーパー会場で皆さんで盛り上がりましょう。以上お知らせでした。イベントに来い来い。大丈夫かな。で今日俺ヤバくないですか。結構めちゃくちゃいい匂いするんだけど遠い。なんかでも何もつけてないです今日。ああヘアオイル。あヘアオイルか、つけとるやんけ、はい、なんでクーリッシュ飲んでんの。え、飲みたかったから。テツにね言えば買ってくれる。マジ。ちょっと呼んでこようか。テツどこに。テツちょっと来て。普通にちょっと隠し塗りっぽけて。みんなで分かち合いたい、この味、うん、俺も飲みたい、俺も飲みたい。俺も飲みたいんだけど。飲みたいダンスだ。売ってるよ。じゃ、哲也に買ってもらったって言ってた。いいですか、哲也くん。なんで。お、今カメラに最初に映った人に、はい、あるもの嗅いでもらいたくて。臭いや。下のさ、クーラーボックス。え、ガチ臭い。あれ何？
あ、臭くないさては。いきます。うん。臭っ。臭っ。何？大自然でしょ、皆さん。はい、すげえ、すっげえ大自然。何ですか。山、山、山。今日は静岡県は藤枝市オレップ大久保さんというところにやってきております。おお。実はちょっと後ろに見えておりますのがグラススキーと呼ばれる芝の上でやるスキー場の施設なんですよ。へー。静岡県でこんなところに来たということは、はい、今日もやってまいりました。畑にお任せあれでーす。おー。ということでですね、はい、今回ご依頼いただきましたあそこの素敵なお姉さんがいるんですけど、はいはい、なぜこうメールいただいたみたいなのってあるんですか。なんかこれさ、乾燥期に入るとやっぱりグラススキーとかキャンプって需要がだんだん減ってくるんですよ。なのでその期間をちょっと畑の皆さんに盛り上げていただけたらなと思います。なるほど。おめでとうございます。ということで今日はですね、先ほど紹介した後ろにありますグラススキーと、はい、後でバーベキューもあります。これがねスキーの多分ギアなのよ。はい。だけどこういうこれはなんていうんですか、スケボーチックっすよね、うん、割と。そうですね、ま、あのマウンテンボードっていうんですけど。へえ、ま、スケボーの大きくなったバージョンって考えると一応分かりやすいかなと。ほうほうほう。こっちはこの可愛いのは何ですか。これはポッカールっていう乗り物でちっちゃいとこ座るんですけど、これはブレーキもついてるし割とスピード出ます。すぐできますこれは。え、これさ、やばいね。山の上からタイヤで走るってことでしょ。じゃあ安全のためにしっかりとヘルメッポ大佐をかぶってもらいます。はい、ヘルメッポです。ヘルメッポ。これはおもろいぞ。嘘。ああ、うふぅ。じゃあこのままこっち側から走っていく感じなんですけど、この時に足が一番奥まで入るように、はい、一番奥まで入れてください。はいはいはい。あんまりガッチガチに締めなくてもいいんで。本当ですか。はい、転んだ時足がね、抜けても大丈夫。洋平くんはね、うん、雪の国で育ってますから。いや、そうですよ。ボードが得意で得意でしょうがないって言ってます。あカバじゃない。基本的には雪とかとほぼ一緒です。で、一個だけ違うのは途中で止まれないこと。なんで横向いてガーってブレーキができないので。それできないと結構怖いです。怖いです。そう、なので曲がりながらスピードを落として降りてこれば安全です。で、こんな感じで体重移動でぐーっと曲がります。スケボーだ。そうです。で、あとは怖い時とかやばいって時は小さくなって引っ張っちゃってください。ぐっとこれ思いっきり傾けちゃって、ぐーっとぐっと。そうです、そうです。倒れちゃうぐらい緊張する。ようやく前歯折らねえかな。やばいよ、フラグ立てちゃって。1個足入れといてそのまま乗ります。で、前見て。おお、すごいすごいすごい。なるほどね。で、止まるときしゃがみましょう。おおほう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 。これで安全に止まります。うわ、怖っ。おおおお。あー、隊長全治5ヶ月の複雑骨折しました。あー、後ろの体重移動だけちょっとスノボの話違ったかも。いいよ。うひっ。腰がおもろいわ。じゃあスキーですかね、次は。いいですかね。はい、歩いてちょっと登るのが大変なんですけど、今ボードやってるあたりまでちょっと歩いてもらって。はい、はい、すごいすごい。あ、こういう感じなんだ。歩くときはちょっと、そうです。へぇ、早い。え、早いんだ。途中で下ろしたろうか、足離したろうか。これ上がるの一苦労だね。一苦労だね、こりゃ。板短いので、後ろに行くと結構転びやすいんで、頑張って前に行く。で、手も一緒に前で。うわ、これすごい姿勢だな。これであと勝手に止まります。へぇ、行きます。はい、ごめん。おぉ、いいんじゃないか。うまい、うまい、うまい。また調子乗ってるわ、あいつ生きってる。よしよしよし。あいつ生きてんぞ。あいつ買えばなくなんぞ。チャーミングポイントが。まさか。おうおう、なんか掴めてんね。でもいや、ハーフパイプやってる。真実はいつも一つ。ヤッホー、ヒューー、わー。気持ちよくどうだね。面白いわ。うん、
あ、でもくねくねできてる。あっさあさあさあ、こっから足するような感じで突きながらバーって行けば行けちゃうんで。はい、わかりました、はい、将軍行きます。え、足怖っ。そうなんですよ。え、足伸ばすんですか。足をこう、つま先まで伸ばすんだって。行きます、うん、入った。おお、あー、素晴らしい走りでしたね。こいこいこい、発射。うわー、あ、これ神だ。あー、神、あー、あー、神だ。最高。新一、新一、あそこにランいるぞ。ラン、待ってろ。ゲンタもいるぞ。さあ、いった。次、コーンを、あれあれあれ、どこ行ってるんだ。 あいつハーフパイプしがちなんだよ。ん、結構スピード出してる。あーあ、いや、あじゃあ大丈夫か。助けて、なんかパキって言った。コオロギ見えますか。コオロギがいます。鉄ダッシュ。え、ある。ちょっと、本当に大丈夫。大丈夫。そう、触るんだ。実は持ってないんでしょ。そう、座って。あ、じゃあ実は持ってないから。うわ、終わった。あ、ちょっと行こう。捕まえてみろ。大自然を感じられました。雪がないシーズンでもできたのよかったな。雪がね、いや確かに腹減ったな。え、なんて言った今。腹減った。腹減った。なんとバーベキュー会場が併設されておりますので、ここからはバーベキュータイムでーす。さあ、始まりました、フリットチャンネル、フロー、しょうちゃん。ということで、今からバーベキュータイムでーす。うまいうまい食材たちが待ってるよ。今回はうわ、すげえ。今回は炭火バーベキューですね。炭です。これ大丈夫ですか。松蔵君に1個質問します。はい、今食べたいもの何ですか。お寿司です。最悪やん。はい、退場させましょう。ファレスのスキンケアってのがあるんだ。あります。おすすめストリートブランドってさ、はい、私服になったからさ、なんかねえかなって思ったのよ。そしたらさ、やっぱパレスが出てきて、おお、素晴らしい。こんなにパレス好きな人身近にいたらパレス見る気なくなるよね。いや、だって遠いがそんな好きなのに被ったら申し訳ないしさ。いや、いいんですよ。俺がさ、逆にさ、めっちゃなんかパレスみたいな感じでパレスばっか来てるなんか別の企業ってならん。なるわ。なるし、なるじゃねえかよ。そうそうそう。では今日の食材ラインナップを展開していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。肉餃子、焼きそばの麺、お肉、キャベツミックス、ウインナー、ケンピー、キャベうまっ。それでは皆さん、おいしそうなお肉いっちゃっていいのかな。鉄板が大きいので焼きやすいです。いや、これ大体 ペロリだね、これね。ペロリペロリペロリ断食。うわー、腹減る。やばいやばいやばいっす。これやばいっす。はい、これ食って風呂入ってサウナ入りたい。うわ、風呂今日入りて。燃え盛ってるよ。汗で乳首立っちゃってる。かわいい。汗で乳首立っちゃった。汗で冷えてドン引きですよ今お茶の間。美味しそうだな。ここでエロい話だった。もう行けますか。もういいとも、もういいとも。自然に感謝。いただきます。うわ、いただきます。うわ。毎回それ好きやな最近。じゃあいただきます。ちっけー。いただきます。普通の残しといてよ。あたーい。米欲しくなるな、これ。はい、うわ、すいません。
なんで俺たちは米を買ってこなかったんだ。あ、やべ、持ってきてる？今思い出した、バーベキューは焼肉ですか。うわうわ待って、やばい待って、あでも焼肉屋さんじゃなかったっけ。あー、まあそうだった気もするな。いや、ちょっとチェック入ります。マジ頼む、焼肉屋でホルモン縛りだ。よかったよかった。危なぁ、お前。さあ、みんなどんどん行っちゃって、行っちゃって。でも、のどかでいいっすね、マジで。うん。のどかちゃん。さあ、始まりました。フリートチャンネル。ハロー、しょうちゃん。今のキャラクターは、何のアニメのキャラクターでしょう。ゆるキャン。ああ、違います。まどか。ああ、違います。ホムラちゃんね。ゲイオン。正解。じゃあ、そんな優勝したトーイくんには。え、いいんですか。ウィンナードクミの剣を。差し上げます。これ絶対まだですよ。食べれます。まだまだです。トイ VS O157 ブルースダークライ餃子は。お、餃子ですか。いきましょう、いきましょう。おお、餃子マジで一番好きなんだよね。いただきます。マジうまいやん。マジうま先生です。この餃子めっちゃうまいな。おいしい。当たりでしたね。さあ、じゃあ野菜ぶっこんで、ぶっこんで、ぶっこんで、どう。最高。うわ、いい音。すごい、やつそば先生だ。いい感じなんじゃないですか。めっちゃうまそう。あちぃ。いただきます。いただきます。うまっ。うん、急に降ってきたな。やってる時じゃなくてよかった。同じどこがやん。今から来てるからあれやけども、裸だったら同じよ。確かに。ということで皆さんよろしいでしょうか。美味しかったです。はい、いいの、いいの、そんな割りてということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。にお邪魔させていただきまして、グラススキーとバーベキュー満喫したわけですけれども、はい、じゃあパレスさんどうですか。あーねえ、すごいいいね。多分このグラススキー場とここだけじゃないですもんね。実際に泊まれるキャンプ場もあるみたいで。いや、それやばいね。我々キャンプチャンネルとしては、はい、確かに。またちょっとで、ここ車でまあ大体静岡駅から1時間ぐらいかな。ファミリーで来たらやっぱいいっすね。いや、多分そうだね。ということで、うまいもん飯食って、はい、運動もしたんで、これにてお開き。はい、あ